定年退職シニアに人気の仕事10種類を紹介。定年退職後でも仕事を得ることは十分に可能です。こんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。定年退職後のシニア世代でも完全リタイアすることなしに引き続き仕事をしている人も多いようですね。年齢を重ねてもまだまだ元気なシニア世代の中には、仕事をしたいけどどんな種類の仕事があるのだろうかと悩んでいる方も多いでしょう。今回はシニア以降の労働力需要の変化とともに人気の職種10種類をピックアップしてご紹介します。シニア以降の労働力需要の変化。定年退職後は嘱託として勤務していたのだけれども、いよいよ65歳になったことで完全リタイアするという方もいらっしゃることでしょう。最近では70歳まで雇用機会を設ける企業も増えてきてはいるのですが、現実は65歳を境に完全退職される方が少なくありません。とはいえ、最近の65歳はまだまだ元気いっぱいでお若いですし、また年金だけでは老後生活が心もとないという方もいらっしゃることも事実です。そのようなことから65歳以降も仕事を持ちたいと考えられている方が増えつつあります。ですが、実際には次のような疑問に直面する人が少なくありません。仕事をするにしても、この年では現役時代にしてきたような仕事はないでしょうし、それ以外の経験もないでしょうから、どんな仕事に就けばよいのでしょうか。そもそも定年後の仕事ってどのようなものがあるのだろうか、というように、65歳になり仕事を失うことで方と考えるわけです。ここで定年退職後にも仕事を続けるというと、次のように思われる方は多いかもしれませんね。現役時代に転職で苦労した経験がある人にとっては、現役でこのような状況なのに定年後に仕事があるはずがないだろうと考えることでしょう。ですが、実はシニアの労働力に対する需要はここのところ明らかに高まってきているのです。現在は業種業態によっては慢性的な労働力の不足が発生しているのです。かなりのコストをかけて人材を募集しているにもかかわらず、全く労働力が集まらないという企業も少なくないのです。いくら募集をかけても若者が全然来てくれないといった現実に、経営者たちは頭を抱えています。経営者の中には、うちじゃダメなんだろうかと考えているようですが、実はこれとは別に大きな理由があるということなんですね。それは若者世代の絶対数が減少しているということなのです。日本では長い間少子化が続いてきているわけですから、それだけ若い年齢層の人口比率は下がることになります。その結果、この少ない若者の労働力を企業間で奪い合うことになるのです。すなわち、若い労働力を安く使いたいという採用側の意向はすでに破綻してしまっているのです。そして、若者が採用できない、安い賃金で使えないという状況にあるのですが、それでも労働力が必要となれば、企業はどのように動くのでしょうか。まだまだ健康で元気に働くことができ、しかも比較的安い賃金でも働いてくれる年齢層が存在しているということに気がつく企業は当然あるでしょう。このような流れの中で、60代の労働力を活用しようとする企業体が今では増えてきているわけです。高齢就業者数の推移を見てみる。こちらに示しているのは、総務省統計局が発表している高齢者就業者数推移です。これは2011年から2021年までの10年間データですが、右肩上がりに増加しているのがわかります。2019年以降伸びは鈍化していますが、これはコロナの影響により労働力需要が一時的に鈍化したことによると思われます。しかし、それでも毎年増加を続けていることがわかります。実際には以前から上昇が続いており、2004年以降は18年連続で前年に比べて増加を続けてきているのです。このような流れもあって、今後の60代の労働力需要はさらに高まりを見せることになるはずです。
そう考えると60代を老後として捉える流れはすでに失われつつあるわけです。それでは定年退職者に人気の仕事について見ていくことにしましょう。なおこれは定年後未経験者として得る仕事としての前提条件があります。また人気とは言ってもあくまでもシニア向けに提供される職種の中でという意味合いも含むことをご了承ください。シニア向けの仕事ですからフルタイムの仕事もあればパートタイムの仕事もあります。いずれもシニア向けの仕事として求人が寄せられていますから労働需要の高さが伺われます。したがってこれらを前提条件として仕事探しを行うことで定年後にも職を得ることは十分に可能となるでしょう。それでは以降の項目で具体的な個々の仕事の特徴や現状について見ていくことにしましょう。一番人気のオフィスワーク。シニア世代が定年退職後に就く仕事としてジムなどのオフィスワークは人気が高く第1位に選ばれています。オフィスワークは文字通りオフィスでの事務作業全般を言いますが、昨今では一般に PC を使える必要があります。事務作業や受付業務、テレアポやデータ入力など座ったままできる仕事は体の負担が少なく働けるのがメリットとなっています。足腰に不安があるシニア世代でも長時間の仕事が可能で体力を使わないので最も人気がある仕事です。とはいえ人気があるだけに応募者も多く、ある意味ハードルが高い職種でもあります。また定年後の仕事としての求人は男性よりも女性に間口が広い傾向があります。オフィスワークの特徴としては企業からの直接雇用よりも派遣会社経由で仕事が得られるケースが多いようです。綺麗好きなシニア向けの清掃業務。綺麗好きで掃除が好きなシニア世代にぴったりな仕事が清掃業務です。会社やお店の清掃の他にビルや商業施設や病院やホテルの客室など需要は様々です。またハウスクリーニングとして個人宅の清掃を行う仕事もあります。長年掃除をしてきたシニア世代にとっては家事のスキルを生かすことができるチャンスです。清掃は基本屋内作業なので過度な体力は必要ありません。ただし清掃業は閉店後に仕事をする場合や24時間営業のホテルなどの清掃をする場合は勤務が不規則になってしまう点がデメリットです。労働時間についても時間帯の選択幅が広くダブルワークに用いる人もいるようです。このように働きやすいこともありシニアに人気が高く意外におすすめの仕事です。未経験のシニア世代でも OK、 医療や福祉介護の仕事。常に人手が足りていない医療や福祉の仕事は定年退職後のシニア世代にとって就職しやすい仕事の分野でもあります。また福祉介護関連は有資格者が採用につながりやすい仕事といえます。例えば介護福祉士をはじめとして社会福祉士、作業療法士、理学療法士など福祉介護関連の資格は多々あります。ただ資格を持たなくても仕事を得られる場合もあり、ゼロから仕事を学んで資格を取得できるケースも多いようです。できるだけ長く仕事をしたいという方にぴったりな職種です。ですが人手が足りていないために働く場所によっては勤務時間や休日の取り方などに問題が生じる場合もあります。夜勤の場合には深夜手当を得られるので時給単価は高くなりますが、基本体力を要する仕事が多いようです。警備員。警備員もまた多くのシニア層が疲れている人気のある仕事といえます。警備員は隊列すると施設警備と交通誘導警備に分類されますが、特に施設警備は人気が高い仕事です。施設警備は文字通り施設内の警備で、例えば商業施設で警備員の人を見ることがあると思います。一方交通誘導警備は建築現場や道路工事などで車の誘導を主な業務とする警備の仕事です。交通誘導警備は長時間野外で立ち続ける必要があることから夏と冬は特に厳しい仕事と言えるでしょう。しかしそれだけに
人の流動も多く、比較的多くの募集があります。警備員はシニア向けの求人も多いので得られやすい仕事と言えそうです。また施設警備には70代80代の就労者もいます。夜勤もあることから楽な仕事とは言えませんが、それでも後期高齢以降の人もいることから働きやすい環境にあると言えるでしょう。シニアから人気、コミュニケーション好きなら管理人。マンションやビルなどの管理人はシニア世代から高い人気を誇る仕事です。マンション管理は共有部分の清掃業務、館内循環業、さらには掲示物作成などの業務があります。そして受付業務、その他雑務など、文字通りマンション管理にまつわる様々な業務を行います。体力が必要な作業は多くありませんが、程よく体を動かしてやりがいを感じながら働くことができます。ただし来客者や住人とのコミュニケーションが必須なので、ある程度の対人スキルが必要な職種でもあります。住人や業者とのトラブルを仲介することもあるので、豊富な人生経験があるとさらに働きやすくなります。マンション管理もまたシニアに人気が高い職種と言えそうです。物流ドライバー、今となっては物流ドライバーは人材不足が続いている職種となっているため、比較的得やすい仕事と言えそうです。また日勤夜勤など拘束時間が長いことから、比較的まとまった収入を得られる仕事です。4トン車ドライバーの仕事が多いのですが、普通自動車免許でも可能です。シニアの採用枠があるので人気のある仕事なのですが、65歳を上限としている事業所もあるようなので、この点を確認する必要があります。なお運転業務ということですから、ここに十分な健康対策が必要な職種ですね。会話が好きなシニアなら接客販売やサービス業、販売や飲食などの仕事ではシニアの雇用枠を拡大して受け入れている企業も増えています。主に店舗内における接客販売業務で、家電、食品、洋服などが仕事として目立ちます。またレジ業務や品出し、商品陳列などの業務もあります。1日4時間程度の勤務や週3日程度 OK などシフトが柔軟であることから、生活に合わせた働き方が可能です。商品知識や接客能力が身につくこともあり、人によってはやりがいにつながる仕事と言えるかもしれませんね。スーパーやコンビニなど、まずスーパーマーケットの仕事ですが、商品の品出しや陳列レジ業務や惣菜業務などがあります。入荷した商品を店がオープンする前に品出しする必要があることから、開店前の仕事もあります。一方コンビニの仕事としては、商品の品出しや陳列、レジ業務や各種サービス対応などの業務を担います。コンビニは文字通り利便性を追求していることから、販売以外の顧客対応サービスが多岐にわたります。このためコンビニの担当業務は意外に多く、覚えることも多いです。シニアが身体に負担をかけず働ける軽作業包装、仕分け。この職種については、アルバイトを募集しているフリーペーパーでもよく目にする仕事です。比較的簡単で体力を使わない作業が多く、ひたすら同じことを繰り返すので、単調な作業が得意なシニア世代には向いていると言えるでしょう。また軽作業には、倉庫で商品の梱包や仕分けなどを行ったり、工場で部品を作ったりする軽作業もあり、シニア世代には人気の仕事です。倉庫内の仕事には、倉庫内の商品在庫から年表をもとに出荷用の商品を集めるピッキング作業もあり、多くの女性が働いています。これはそれほど体力は必要としませんが、1日10キロ程度歩く場合もあります。なお流通関連の仕事は、地方でも都市部であれば比較的多い傾向にあります。様々な有資格業務、これは有資格者を前提として求人募集がかかる仕事です。資格を持つといった前提条件があることから、有資格者であれば採用面で有利となります。シニアの仕事として主な資格としては、
マンションかミシア、危険物取扱用紙、4種登録販売者などもおすすめです。ちなみに登録販売者の資格は、資格取得がしやすいとされます。近年では、ドラッグストアで薬を買うことができます。ですが、薬を販売するには、その店舗内に薬剤師もしくは登録販売者が常駐する必要があります。このように有資格者の常駐義務化が法律で定められる仕事では、企業は必ず雇用する必要があります。このことから、対応する資格を取得することで、新たな仕事に道を切り開くことが可能となります。第二の人生は、適度な仕事と自由な余暇時間を。今回は、定年後に人気の仕事を紹介10選というテーマで、定年退職後でも比較的得やすい仕事についてご紹介しました。これらの仕事は、地方でも都市部であれば、比較的求人数も多い職種です。したがって、シニアでは仕事が得られないとお考えの方は、これらの仕事に応募することで新たなチャレンジとなるかもしれません。60代は老後に隠居という年代ではなくなりつつあります。またシニア層の労働需要は今後も高まることが予想されていますから、時間を持て余すのなら仕事復帰を目指すことも十分に可能です。適度な仕事と自由な余暇時間のバランスを取りながら、ぜひ快適な第二の人生を過ごしていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。次回の動画でまたお会いしましょう。ではまた。